日本代表ベトナム戦を見られましたか、本田さんの今の、状況どう捉えてますか。いや、僕ね、見てなくて、今回見れてないんですよね、ちょっとバタバタしてて。で、まあ、さすがにね、まあ、転ばないのと思ってましたし、まあ、実際、まあ、いろんなこと言われてるみたいですけど、1-0っていう結果に関して。まあ、でも勝つ、こういう試合は勝てばいいんですよ、本当に。こういう試合は勝てばよくて、だからまあしっかり勝つ試合を勝つべき勝つべき試合をしっかり勝ったっていう印象です。なので全然悲観する必要ないと思いますし、むしろポジティブだなと思いますね。